はい、ちょっと聞いてほしいんやけど、はい、今月の25日から30日、はい、実は京極がパリ行くということで、仕事で、お、すごいっすね。だから、何日、6日間、はい、休みなんですよね。お、そう、珍しいんじゃないですか、だいぶ6日間休み、6日間休みということで、すごい、まあまあ、いいっちゃいいっすけどね。そうそう、で、うん、あ、でもそうやと思って、うん、6日間休みってなるとさ、やっぱ、うん、相談というか、ああ、あってもよかったかなってなってイライラしてきて、まあ、確かに、え、ちょ、やめてください、社員さん、え、こんなんしちゃったやつの言及じゃない、まあ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 、だ、ああ、確かにね、そうそうそう、その社員さんに対して6日、ごめんなさい、我慢できません、いやいや、確かにここまでやっちゃった時の、うん、そんなことより眉毛すごいな、眉毛、あのできればでいいんだけど、やっぱりいいや。